もうほんまに嫌なんですよ私。何が嫌なの？ほんま理想は高見てくださいこの。ほんま高見ちゃんみたいに、もう細くてこういやいやなんか人からガリガリやな大丈夫って一回でも言われたいんです一生で。いやいや女性は憧れの体型ですよ。いや全然。見てくださいペッ。ちゃんこほらすごい羨ましい。プレスされたんですね。東大阪。プレスされてないですよ。東大阪の工場でプレスキーかけられたんですミニピンシャーみたいな。本当に。チワワみたいな、本当に。いや、でも女の子はやっぱね、みなみちゃんみたいな、すごい憧れるんですよ。でも確かに足細いからね。そう、細いのが。細いから。そうそうそう。やっぱみんなないものねだりなんですね。そうですね。だってこうなりたいよ、高見な。なりたいですよ、これいいよな。いや、森崎さんなりたいですよ、私は。嘘やー、うん、本当になりたいです。いや、確かに。俺もだって生まれ変わって女になるとこれぐらいでいたい。思う。だせっかく生まれんのに、生まれ変わるのに、うん、女で父ないなんて残念やん。そうじゃない考えてごらんさ。自分が女としてですか。ぽやんって出てきたときに、うん、うーわ、マジで赤ちゃんの時分かんないいや、でも、ブラのホックも一本やで、一個やで、一個ない子な、だって森崎さんだって2つから3つでしょ、ホックは必ず。今使ってるの3つぐらいでしょ。ダブルですね。もう、ほら、もう D 以上ですよ。なんだ、そんな、どんな展開してるんですか。こういうやつがもう日本ではなかなかでけんやつ。太ベルトですね、太ベルト。うん、そう、太ベルトのやつ。太ベルトのやつ。いやー、大事やわ。それつけたいもんだって。でもなんかこの自分が女に生まれ変わったらそのちょっとペチャパイで、うん、なんかコンプレックス感じながら生きたいっていう願望も多少ある。ド M ですか。どうなんやこれ。ド M ですか。ゴリゴリゴリ。お前もう斜め45度で入ってくるほんまゴリゴリの M やろ。びっくりした。こんな M M やっぱね俺やっぱ S やから、はいはい、M の気持ちになるだけこう受け入れていくけど、うんはいはい、そんなリアルなやつないもん。なんかその友達からもそれいじられてみたいな。その人気というか。もうお前ちょっと立ってるやろ、もう今の話してる。今の話ではちょっとピクンと、ね、ピクンというか、血のなんか玉が一滴ドグンって落ちてくる。そっちをはい。いやー、すげえ。いや、ちょっと今目覚めたかなっていう気がしますね。でもたまにか、夏場これ、今のこの時期とかで、都内とかちょっとこう日向で夏場歩いたりとかしてると、うん、海外から来てる方ほら、ねはいはいはい、もうすごいシースルーのシャツみたいのに、うん、プラスケスケで歩いたりとかしてるでしょ。してますね。すごいよね、うん、海外の方。どういう気持ちなんですかねあれは。どうなんやろう。なんかまあね、そんなに、まあ一応服は着るけど出ててもいいみたいな感覚の人もいるみたいですよ。乳首おしゃれみたいな感じですよね。そうですそうですそうです。すごいな。つけてる乳首がおしゃれっていうね。まあね。